From the cradle to the grave to the end of days, we'll shoot this one.タケルさんですか。あ、お久しぶりです。ちょっと今作曲してたから。あ、マジですか。ちょっと邪魔しないでほしい。あ、すみません。どういった曲かだけちょっと教えていただいてもいいですかね。あーすごい、あー甘い。あーどうしたの。そう、これ どういった曲を今。遠距離とか。はい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 。辛いかなって思うんだよね。それこそ今ね、自粛とかでね、はいはいはい、会えない時とかでしょ。そういう時になんかそばにいてあげられたらいいなって思うんだよね。あ、なるほど。それは実際に会うとかそういうことだけじゃなくてね、はい、心のそばにっていうのかな。あ、うん、その肉体的な近さとかじゃなく、そう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 、なんか心がそばにいたら寂しくないかなって思うんだよね。間違いないですね。でもだから俺がワンコール仕上げたらいいのかなって。ああ、そういう気持ちで作った曲ですか。そうなるかな。聴いてください、ワンコールアウェイ。はい、っていうことで、俺ね、笑っちゃうんだよね、もう演技とかすると。これは笑っちゃうわ。もうギター、ピアノ、うん、最近ドラムをやり始めて、うんうんうん、まあ、楽器大好きだから、うんうん、音楽とかちょっと全部チャレンジしたくて、うん、やってたら、思ったのが YouTube とかで一人で全部弾いてみたみたいなやつ見てて、うん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 、俺これチャレンジしたいわと思って、ピアノとギターで合わせるやつをちょっとチャレンジしようと思って、うんうん、まあ、前回ファーストラブをやって、うん、会えない時って辛いと思うんだよね。だからそういう時に心の距離だけでも近く入れたらいいかなって思うから、うん、なんかそういう思いを駆け巡らしてたら、そしたら自然と歌ってたよね。あ、うん、英語で、うん、英語の魅力分かってないけど出てきた言葉がたまたま英語ってだけで、言語にこだわりはない。そう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 、もしかしたらそれが中国だったかもしれないし、フランス語だったかもしれないし、降ってくる言葉っていうのはね、まあヒンドゥー語とかもあるしね、なんでもやっぱそうだと思うんだよね。こう伝えようっていう気持ちがあれば、言葉とか必要ないと思うし、それこそ言葉の通じない場所に行ったとしても何かを伝えられる自信っていうのがあるし。あ、なるほどね、うん、なんかそういうのをこの曲から受け取ってもらえたらいいかな。あ、ちょっとそろそろちゃんとした説明してもらってもいいかな。ワンコールアウェイ。そう、ワンコールアウェイはね、最初はまっつぐ聴いてたんだよ。たまたまなんかで知って聴いてたんだよ。そしたらタケがな、誰こいつみたいなだっけ、チャーリープですね。そうそうそう、もうめっちゃ、何この甘い声と甘い曲。そういう人の声めっちゃ好きだよね、うん、めっちゃ、あと結構このアコースティックのサウンドっていうか、こうギターの音と、うんうん、あれめっちゃいいね。そう、ピアノの音と、なんかあんまりこうガチャガチャしてない感じの曲もあって、うん、あんまり日本じゃ知られてないじゃない、うん、どうなんだろうね、あんま確かにね、有名じゃない気がするな。めっちゃいい曲だなと思って、ちょっと一回弾いてみたいな。あ、そういう染みる感じの曲が好きなのかな。ガシャガシャしたのも好きなんだけど、まあまあそうだよね、落ち着きたい時に聴きたいのはやっぱこういう曲だよね。あ、結構じゃあ気分で音楽変えたりしてる。あ、めっちゃする、めっちゃする。人間ってなんか、ね、あるらしくて、元気な時は元気な曲を聴きたいし、うんうんうん、落ち込んでる時は落ち込んでる曲を聴きたいの。病んでる人が病んでる曲を聴いてるのって逆にいいらしくて、ね、そういう時はそのままいっちゃいそうな感じするけどね。そうだけど、そういう時にそういう曲を聴くことによって自分の気分に合ってる曲だから気持ちいいんだって、それが、
だから逆に元気ない時にすごい元気な曲聞かされるとめっちゃストレスじゃない、まあ、うるせえなってなるかもね。確かに確かに。それがどんだけ明るい元気ないい曲だったとしても、うん、人間ってそれをね嫌な気持ちになっちゃうんだって。ストレスを感じちゃうんだって、その自分の気分に合ってない曲を聴くと。まあでもそうやるとね、確かに、うん、とりあえず俺はこの歌俺もすごい好きなんだよね。なんかちょっと切ない感じの歌だっけ。歌詞の内容あんま俺も理解はしてないけど、電話していくよみたいな感じじゃないの。まあでもあなたのそば、なんかそんなノリだよね。恋愛系の歌好きなんだね。まあ恋愛系の歌はいい曲が多いよね。いろんな気持ちがこもってるじゃん。ああいうのって実体験なのかな。そう、だからいい曲を書く人は病んでる人が多いっていうのは、うん、本当にその感受性が豊かすぎて、あいろんな感情を多分持っちゃうんだと思うね。じゃあ実体験なのかな。うん、だと思うよ。俺も多分結構病みやすいと思うの。え、もしかしてメンタルヘルサー。俺多分ちょっとメンタルヘルサー入ってるから。ちょいメンタルヘルサー。いい曲書ける気がする。確かに普通じゃないとできないのかもね。実体験なんだね。じゃあ多分タケ結構いろいろ体験してるもんね。俺結構経験値はすごいと思う。結構すごいよね。いいことも悪いこともね。なんかちょっと一曲書いてほしいぐらいだな。一回やったの俺とか中学校の時バンドやってたじゃん、曲書いたの T の2乗 T の2乗曲を書いてみようと思ってオリジナルやりたくて書いてみたの、うん、その書いてる時は一生懸命書いてんだけど、書き終わって見るじゃん、もう寒気が止まらなくて。いやでもね、それは思う。なんか自分で書いてて病みそうじゃない。いや、そういうことじゃない。あれもうその歌詞がキモすぎて。ああ、中二？中二っていうかもうその例えばだけど、今日はあの子と出会った、あの子のスカートが揺れていた。でもさ、それなんか冷静に聞いたらキモいけど、歌ってそういうもんじゃないの。まあそうだよね。自分がそれを書いたって思うとすごいうっってなって、でちょっとオリジナルはちょっと無理だわって言って、さっき俺のちゃんと歌詞の続きちゃんと聞いて。それ実は実はってか本当に その歌詞なの。いや今ちょっと考えたけど、ちょっと歌詞一回書いてみようかなと。 あの子のスカートが揺れていた、はい、僕の鼓動も揺れ始めた、はい、あの子はいつも僕に笑顔でこう言うんだ、うん、おはよう、今日も頑張ろうね。そういう彼女の横目にはうっすらと涙が浮かんでいた。いつからかあの子は僕のことをこう呼ぶようになった。さなぎ。そう、僕はさなぎだ。まだ蝶々にも慣れていない、薄っぺらくて空も飛べないさなぎだ。それちげえだろ。その場で考えた割にはすごいと、よく出てくるなと思ったし、さなぎとかちょっとよく分かんなかったけど、タイトルをさなぎにしようと思った。あ、まあ、でもこういう歌があってもびっくりはしないから。意外と君が歌ってたら笑っちゃうけど、汗ちょっと途中で思った汗。なるほどね。曲紹介は、あ、それをねすごい気になってた。まあね、そういうね、ほんとこの曲はマジ聴いてて心地がいい。ほんとに、まあ、好きな曲って感じだよね。うん、めちゃめちゃいい。うん、これは別に暗い時に聴く曲じゃないでしょ。じゃないじゃないじゃない。でチャーリップス他の曲もいい曲多いし、うん、声いいよね。声がいい。ちょっとねみんなにも聴いてほしいなと思って、はい、ということで、うん、カウントダウン TV をご覧の皆様、はい、たけるです、はい。まあ、今回の曲は、はい、ちょっと会いたいけど会えない時とかあると思うんだけど、そういう時に心だけでもそばに入れたらいいなっていう気持ちを込めて、歌った曲です。はい、聴いてください。はい、ワンコールアウェイ。はい、キャラが降ってくるんだよ、そのキャラクターが。すごい降ってくるわ。まあそうね、こんな感じで、はい、チャレンジ、まあ、英語だしね、これ全部。そう、英語だし、結構その英語指導は待つんで、ね、やってもらって、うん、まあ、ギターとピアノ合わせるのと、うん、あとはハモリもやってるから、うんうん、結構やることが多くて、これはめっちゃ時間かかった。一個だけだったら全然できるけど、うん、歌いながら何かやったりすると飛んでっちゃう。そう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 。だからもう何時間かかったの。いや、ちなみに俺これいたけど、その時、まあいろいろバタバタしてて始まったのが遅かったけど、もうほんと6時、あ、朝とかになってたんだよね、多分。朝朝もう俺も最後の方気失ってて。いや、そう、まずカメラ係なのに途中からもう。なんかそれで覚えてるのが、いや、できたよ、頑張ったからあったよっていうのだから、これ聞いた記憶だけめっちゃあって、もう11時ぐらいに始めて終わったの朝6時半とかだからね。なんかその記憶はすごいある。俺の集中力ね、うん、一回も休み入れてないからね、俺なんか、そう、それだけ記憶あるわ。もう
ひたすらコードの練習とね、ハモリの練習とやって、うん、結構頑張った、これは、ね、あれだよね。ということで、はい、ワンコーラ聴いてみてください。はい。